準備できたよ。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？カロスタン、浮遊島の前の天命本部、ただいま。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？あたくしの番ね。不朽なる刃、隊長デュランダル、主教夫アポカリプスの命を受け、極東支部のテレサ・アポカリプス様をお迎えに上がりました。そんなにかしこまらなくていいわよ、デュランダル。今の状況はかなり複雑だってあなたも知っているはずだから、単刀直入に聞くわね。これからおじい様に何か予定は？立社コアの手がかりはどこにあるの？主教様は辞任の手続きで大忙しとのことです。そのため私は立社コアの影響を受けたエリアの探索に全力で協力するようにと命じられています。それから以前、主教様は支配劇場の痕跡と第二の神の鍵旋回一条を通して虚数の木に接触したことがあり、そういうことがあったからこそこの一帯の立社コアと共鳴したのではないかと主教様はそう推測しています。何せリムルの実験室がヨルムンガンドに破壊された後、旋回一条の一部の付帯施設はこの旧本部に移転されましたから。待って、ちょっと待って、今なんて？オッドーが支配劇場の痕跡を？それいつのことよ？1ヶ月前です。その時期だと支配の律者が倒されてからかなり時間が経っている。少なくともネゲントロピー側には支配劇場に入る方法がない。それを利用するなんてもってのほかだ。主教様でしたらその質問に答えられるかもしれませんが、あいにく今は私でも連絡が取れない状態でして。非常に気まずいことではありますが、いつもの主教様らしいといえばらしいです。あなたたちのせいじゃないわ。おじい様はいつも無責任だったもの。特に何かを企んでる時は。そうかもしれません。ですが主教様の協力のもと、私の中にある世界の泡を虚数の木に再接続することができました。その件においては彼に感謝しています。世界の泡を虚数の木に再接続する、それは不可能に近い挑戦だ。だが今の僕たちにはオッドーの本当の目的を推測できない。彼が明らかにデュランダルさんを利用していることが分かったとしても。デュランダルさん、君は立社コアの手がかりは旧本部の周りにあると言ったね。それは一体何だい？言葉通りの意味だと時空環境の異常を指しています。そういった異常は暴走した立社コアが絡んでいる可能性があると主教様はおっしゃっていました。それを前提とすると、おのずと行方不明になった支配の立社のコアの可能性が一番高いと考えられます。そんなのいくらでも辻褄を合わせられると思うけど、もちろんそれはあんたの言う時空環境の異常次第だけどね。具体的な状況はまだ調査中ですが、今のところ手に入れた情報によると、ある歴史の時空が私たちの時空に投影されたようです。へえ、ある歴史の時空が私たちの時空に投影されたのね。は？待って、あんたが言ってるのはあの時空投影なの？
ボス頭が研究したあの？あんた自分が何を言ってるのか分かってるの？天命の S 級ヴァルキリー。公の場ではアインシュタイン博士と呼んでほしい、テスラ博士。しかしデュランダルさん、テスラ博士の失態も理解できる。僕たちのいる現実では時空を曲げるには相当な質量やエネルギーが必要になる。時空投影ならなおさらだ。通常は得意点の向こう側、量子の海や虚数の木の奥にそういう現象が発生する。つまり極めて特殊な原因がない限り、そういう現象が当たり前のように地球の表面に発生することはないんだ。しかしもし君の言った状況が事実なら、デュランダルさん、最悪な推測だが、超空死に続いてもう一度ここで虚数侵入が起きると考えられる。虚数侵入ですか。つまり通常空間が特異点に侵食され、虚数空間と同化する現象ですが、天命では超空死のような特異点の実態は観測されていません。本当にあり得るのですか。そんなの簡単よ。もしその特異点が例の暴走したリツチャコアだったら、その本体はまだ虚数空間の内側に留まっている可能性がある。その場合今の状態はバランスが絶妙に保たれているとも言えるわ。数年前の安定していたように見えていた超空死みたいにね。そういうバランスが少しでも傾くと、その多くは火山噴火のように急激に悪化するのよ。ち、私ったらどうしてあのオットーの味方みたいな話をしているのよ。手元に確かな証拠もないのに。とにかくもし時空投影が事実なら、僕たちはオットー司教からとんだ厄介事を押し付けられたということになる。そう、第二次崩壊のように。皆さんも同じ心配をしているのでしたら、先にこの時間を利用して私と共に異常現象エリアを調べに行きませんか。天命であれネゲントロピーであれ、崩壊を止めることが私たちの責務ですから。確かにね。けどこちら側も某主教の存在のせいで困りごとが多くて手が回らない状況だってことも理解できるはずよね。こうしましょう、デュランダル。まずはちょっとテレサ、さすがにそれは危険すぎるんじゃないの？平気よ。天命の人質になるという視点から考えても、今のハイペリオンで最も適した人選になるわ。でも、なるほど。一連の事件がありましたし、テレサさんの心配も理解できます。ではその後の連絡作業のために、こちら側も不朽なる刃の非戦闘員をハイペリオンに残したいと思うのですが、いかがでしょうか。公平を期するため天命側の人質としてこちらに渡すということか。デュランダルさんはオットーに利用されているだけだと思っていたが、彼女は誠意を見せてくれた。僕たちもしっかりと仕事をしなければ。ネゲントロピー側に異議はない。ただテレサさんは技術スタッフではない。情報収集の効率に関してはプロには及ばないだろう。それを補うために現場調査にはテスラ博士も連れて行ってほしい。自分の身は自分で守れるようでしたら問題ありません。ああ、飛行の操縦技術なら彼女は世界でもトップクラスだ。ちょっと勝手に話を進めないで。誰も私の意見を聞いてくれないわけ？おや、テスラ博士はハイペリオンに連絡要員として残りたいのかい？必要に応じてオットー司教との通信を担当してもらうことになるが。はあ？そんなのしたいやつに任せればいいでしょ。あいつの声なんて聞きたくもないわ。しかしハイペリオンにいる技術者は僕たち二人だけでね。ち、わかったわかった、現場に行くわよ。ふん、行けばいいんでしょ。エレサ、デュランダル、行くわよ。
そんな手ばっかり使うボス頭の相手はしたくないわ。準備できたよ。準備できたよ。わかった。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？右側の山はかつて御三家が暮らしていた旧宮です。時空投影現象はその麓にある町の中で起こっています。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？現在部外者は全員危険地帯から避難してもらっています。今のところ異常エリアに拡大の兆しはありません。カロスタンについては私よりもテレサさんの方が詳しいと思いますが、テスラ博士は以前こちらに来たことは。ふん、こういう官僚主義だらけの場所に来るわけないでしょ。あ、二人のことを言ったわけじゃないのよ。気にしないで。構いません、理解できますから。では引き続き私から基本情報を共有しましょう。先行調査に百聞は一見にしかずです。まずは広場から確認しましょう。ゲニウスの付帯装置を使って。今夜何を食べるか考えないと。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。わかった。輪廻の陣、センセール10。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？わかった。前に進もう。逃げたりしない。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。もう逃げたりしない。もう始まります？わかった。準備はいいですか？はっ。
わかった。前に進もう。時空が投影され、重なったエリアでは、こうして古い時代の情報のかけらを受け取ることがあります。かけらは小さい実物だったり、断片的な声だったり、感情の反射という場合もあるかもしれません。ご自分で確認してみてください。ぼーっとしてる場合じゃないのに。目標は決まった？前に進もう。わかった。今夜何を食べるか考えないと。もう始まります？わかった。あまり心地のいい体験じゃないわね。中世人の暮らし、なんて恐ろしいの。まあ、それは置いておいて、ここの侵食度を見る限り、私が予想していた最悪な状況には陥っていないようね。よかったわ。少なくとも、建物が空中にあったり、大昔の死人たちが大量に出てきていたりはしないもの。少し待ってて。ここの侵食度をもとにプログラムを実行して、異常源を検出してみる。よし。信号強度の分布は規則的なようね。
あの辺はどういう場所なの？カロスタン町の。広場ね。わかった。その広場に行ってみましょう。99.7% の確率で役に立つ手がかりを発見できると思うわ。そういえば、あんたたちは 99.7% の意味をわかってる？それは、標準偏差の3倍。テスラ博士、あなたの判断を信じてるわ。はいはい、バルキリーは数学の話が苦手なのね。わかったわ。ぼーっとしてる場合じゃないのに。わかった。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。この力で誰かを傷つけさせはしない。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。わかった。前に進もう。わかった。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。この力で誰かを傷つけさせはしない。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。前に進もう。わかった。前に進もう。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。わかった。前に進もう。
タヌーンティーにしようか。お前何じっと見てるんだ。オイラは非常食じゃないぞ。ベラ、どこにいるんだ。ベラ、これは一体何なんだ。どうしたのでしょうか。誰かが助けを呼んでいるようですね。急いで確認しましょう。し、声を出さない。せっかくの休憩時間ですから、人間の知恵を教えてあげます。
う逃げたりしない。そんなに見つめられても代わりに任務はできないぞ。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。おーい、何ぼーっとしてるんだ。輪廻の陣、先制の剣。ぼーっとしてる場合じゃないのに。わかった。艦長、次の目標は決まった？早く早く！お宝を誰かに奪われたらどうするんだ！私の番ね。はあ、やっと生きてる人間に会えた。すまないが、女の子を見かけなかったかい？カールがかかった銀色のポニーテールで、ベレー帽をかぶっているんだ。背は僕よりも頭一つ分ほど小さくて。おじい様？準備できたよ。準備できたよ。わかった。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？わかった。輪廻の陣、先制の剣。早く早く！お宝を誰かに奪われたらどうする？
前に進もう。わかった。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。私の番ね。少し状況を整理させてくれ。つまりここは西暦2017年、君たちも西暦2017年の人物で僕のことを知っていると。そうでなければおじい様なんて呼ばないわ。しかしそれが本当の話だとしたら、僕はどうやって500年以上も生きているのだろう。あなたは自身のために機械の擬態を作ったのです。ふん、マルウェアを使って人の体を盗むなんてこともしたのよ。とにかく私はあんたを信用しない。あんたが15世紀の人間だということを証明しない限りね。あんたの存在は異常よ。この周りにある他の時空を見てみなさい。あんたみたいに生きている人間なんていないわ。確かに君たちに警戒される理由を否定することはできないが、どうやら未来の僕は君たちに嫌われるようなことをたくさんしたようだ。嫌いなんて可愛いものじゃないわ。あんたはね。まあいい。あんたが本当に15世紀から来たもう一人のあいつなら、今ぶん殴っても意味がないもの。パラレルワールドの未来に干渉する余裕はないわ。パラレルワールド？一理ある。少なくともタイムパラドックスは生じないな。ええ、哲学の基本常識とも言えるわね。待って、そんな話をしている場合じゃないわ。テレサ、デュランダル、こいつをどうすればいいと思う？500年前に戻すとか？でも博士が言ったように、おじい様本人の可能性もあるわね。私には彼がとぼけているようには見えません。もちろんハイペリオンに連れ戻し調査することについても反対しませんが、ただ私個人としては今の最優先事項はこの異常空間の調査だと思います。ええ、一理あるわね。けどやっぱりそういう可能性は排除しておいた方がいいと思う。もしこいつが次元爆弾みたいなものだったら。未来の僕は君にとって恐れるべき相手のようだね。ち、余計なお世話よ。あんたみたいな気色悪い顔をした奴がどんなひどいことをしたか分かってる？その罪を数えてあげましょうか。テスラ博士、落ち着いてください。主教様はあなたたちに申し訳ないことをたくさんしてきました。それは承知しています。ですが今は過去の出来事よりも優先すべきことがあります。つまりこの混乱した時間自体のことだね。君たちにとって僕はよく知っていて全く知らない人で、わけもわからずに急に現れたと。しかし僕にとってもそれは一瞬の出来事だ。大きな戦いが終わって戦場が異様だと感じたら、周りの人々が消えていたのだから。戦場？ああ、僕たちはついさっきここで天命本部の主力主教親衛隊を殲滅したんだ。待って、ちょっと待って。あんた、夫アポカリプスがここで天命本部の主力を殲滅？あんた、その時間から来たの？その通りだが、つまり僕たちの歴史が極めて似ているということかな。確かに1491年にそういった戦争がありました。当時まだ天命主教ではなかったオットー様が革命軍を率い、ここで天命本部の主力を撃破したのです。当時のおじい様は天命主教の正統継承者だったけど、思わぬ出来事のせいでその姉と甥に権力を奪われた。その二人の恐怖政治は十数年もの間、民衆の支持を受けたおじい様が
彼らを打ち倒すまで続いていたわ。率直な感想だけど、あいつのような人間がどうして民衆の支持を得られたのか想像できないわ。巧妙な騙しの手口でも使ったんじゃないの？確かに僕個人の実力というより、みんなは僕を信仰のシンボルにしたかったのだろうね。そう、みんなは僕がいたからではなく、聖女の神話があったから一致団結したんだ。聖女の神話？天命の聖女？それってカレン・カスラナのこと？当然さ、カレン以外はいやしないよ。僕の知っている世界には二人目の聖女は存在していない。カレン、彼女は僕のせいで死んでしまった。その罪に耐えきれなかった僕は、何の意味もなさない現実逃避ばかりしていた。あの頃の僕には彼女がいない世界と向き合うことはできなかったし、したくなかったんだ。僕はベネツィア人が墓地にしていた島に逃げ、そこで神父の名義を使い、特殊な孤児を引き取る修道院を開いた。これでも一応貴族の端くれだからね。落ちぶれた暮らしの中でも好きなようにすることができた。しかし、天命の地下にいる民衆たちは、自分たちの暮らしに失望したとしても耐えるしかなかったんだ。その暮らしから逃げられない人が多いせいか、聖女は一つの信仰として民衆の中に広まっていったんだ。信仰ですか？ああ、カレンはこの世界で唯一の聖女で、カレンの死があらゆる罪を持った人々の罪をあがなっていると彼らはそう信じている。彼らは聖女に関するあらゆる人物や事件を崇拝し、それらを魂の拠り所として天命の恐怖統治に抗っていた。そしてあんたはそれをうまく利用したってわけ？彼らをあんたが主教の座につくための踏み台にしたっていうの？君、なぜそういう考えが生まれるんだい？は？あんたの顔を見て、どうせあんたならそうするって考えたからに決まってるでしょうが。あんたはその顔でムーンライトスローンの発明者と天命最強のバルキリーを死なせ、人類のために戦った第一律者を殺した。そしてあんたは第一律者の後継者の邪魔をし、第二律者を外に出し、数千万人の命を奪ったのよ。落ち着いて、テスラ博士。今あなたの目の前にいるこの人は、あなたが責めている人と直接的なつながりはないのよ。ち、そうね。あんたはあんた、あいつはあいつ。あいつは恥知らずな非道だけど、あんたもそうなるとは限らないわね。悪かったわ。見た目で判断すべきじゃなかった。だけど、あんたにも知ってほしい。私たちが知っている、オットー・アポカリプスという男は、様々な言葉で表現できるけど、善人という言葉だけはありえないってことをね。いや、礼を言うよ。は？その言葉のおかげで、僕は自分のことにちゃんと目を向けることができた。感謝するよ、未来の博士。僕の心の奥には、時間ですら埋められない空洞があるんだ。聖女の光を追いかけるほど、その空洞は僕の魂を深い闇に落とす。救いようがない猛毒みたいなものさ。僕という人間は、人体実験に手を染め、自分を慕う仲間を殺した。確かに君たちの言ったように、果てしない闇に落ちるリスクもあるんだろう。僕にとって、聖女のような博愛心に満ちた人になることは、苦行、戒律、自分自身を束縛する行為でしかない。僕は、もし、
この出会いを経験した後でもまだ元の世界に戻れるのなら、僕は天命主教の第一継承権を放棄する。この内戦で僕は新天命の組織を整理し変革を行った。たとえ僕がいなくても滞りなく自走するはずさ。というより主教がいなくても成立する天命の方が聖女本人の理想に近いだろう。だから継承権は僕にとって僕の心の執念と向き合うためのシンボルに過ぎない。君たちのおかげで新たな視点でそれと向き合い、全く違う結論を出すことができたよ。異界のオットーさん、その自制の精神に感服しました。ただ今はまだ解決しなければならない課題があるので、座ってゆっくり話すことはできません。確かにレーダーによるとまた新たな敵が出現したわ。みんな戦闘準備を。準備できたよ。準備できたよ。もう始まりよ。準備はいいです。前に進もう。テスラ博士、こちらのオットーさんに戦場の特殊空間異常はないか調べてもらえませんか？は？今あいつらを片付けたばかりなのにどうして急に？ああ、わかったわ。確かにその可能性はあるわね。やってみ、急に何の話？結果が出たらすぐにわかるわ。さあ、オットーはそこにいて動かないで。もしかしたらこの検査であんたを元の世界に戻せるかもしれないわ。ぼーっとしてる場合じゃないのに。前に進もう。